アンナ・バシリエブナは、リャザン大公バシーリー三世の日。モスクワ大公バシーリー二世の娘、母は、ボロブスクの公女、マリア・ヤロスラブナ。1456年に、リャザン大公イヴァン三世が没すると、遺言に従い二人の子供バシーリーとテオドーシアは、成人するまで父の友人で牽制を強めていた、隣国モスクワ大公国の君主バシーリー二世の、貢献を受けた。 バシーリー2世は維持たちをモスクワに移し、リャザンにはボエボダを派遣して統治させた。この措置は、モスクワ大公国によるリャザン公国併合政策の開始を意味していた。その後継者、イバン3世も父の政策を踏襲し、その妹であるアンナは、リャザンの四次公子バシーリーと一緒に育てられた。アンナが適齢期に達すると、母マリアは、 彼女とバシーリーを結婚させることに決め、息子イヴァン三世にリャザンの併合を見送らせるように頼んだ。大公の娘たるアンナが、たとえクニャージの家系に属する人物であろうが、貴族身分と結婚することは、ふさわしくないと考えたのである。1464年の夏、イヴァン三世は16歳になったバシーリーに、一族の領地へ帰ることを許した。同年の冬アンナは、 モスクワで、バシーリーと結婚式を挙げ、夫の領地リャザンで暮らし始めた。アンナは1467年に、四次のイヴァンを出産した。アンナは、夫が死ぬまで、広告の政治にはかかわらず、兄が二度にわたって、リャザン領の一部を併合した際にも抗議することは、なかった。1483年に、夫が死ぬと、アンナは16歳の息子イヴァン四世の殺傷となった。 摂政となったアンナは、治療の拡大を試みて、頻繁にモスクワを訪れ、外交努力を実らせ、プロンスク公国をリャザンに併合した。やがて、リャザンとモスクワとの間には、リャザンウクライナと呼ばれるドン川流域の広大な、ステップ地帯をめぐって、深刻な対立が起きた。リャザンはこの地域を領有しないよう決められていたものの、歴代のリャザン大公は密かに、 同地域での入植政策を進めており、アンナの地位性には、この入植事業が、大変重要なものとなっていた。多くの入植者が、数々の特権を享受し、ステップに定住すると誓えば3年から7年分の、免税措置が取られていた。1500年には、息子イヴァン4世が死去したため、アンナは、翌1501年に自分が没するまで、孫イヴァン5世の摂政を引き続いて務めた。 アンナの死後、孫のイヴァン五世の知性に、ギャザン公国は独立を失った。ありがとうございます。